イーブイ、お前聞いたぞあれ。大物タレント藤田ニコルとのコラボ商品 EV パーカーだっけ。なんかあれ、お前ファッション通販サイトでなんか速乾だったらしいじゃねえか。そうやってまあなんか人気者にこびるのはいいけどさ、今までお前によくしてくれた周りの人、お前大事にしねえといつかいなくなるぞ。行って。さあマッチングしました。うわ、なんか相手のパーティーさ、なんとなくグリーンっぽくない？ウィンディーサイド、ナッシーの下りが。ただピカチュウ、スターミン、スピアがそこに加わってさ、おそらくはメガーク、スピアだ。いや、これ初めて、なんかまともな対戦で、相手方ね、日本の方なんで、まあ、ちょっと失礼、こういった失礼なんですけども、ちょっと、初めて、まともな、ポケモン対戦、ピカブでできるかもしんないですね。ちょっとギャロップの、催眠、ぶち当て、催眠、ドリル、ライナーじゃなくて催眠ドル決めてえな、これ。さあ、かけるさん対戦よろしくお願いします。なんか名前もちょうどしげるっぽいしな。若干このグリーンを意識してるんでしょうね、相手の方。さあ、相棒はピカチュウ。しかもなんか俺と同じですっぱたくスタイルじゃん。着せ替え相手しないスタイル。いや、俺嫌いじゃねえよ、そういうの。うわ、ウィンディーから入っていく。しかし威嚇がないんで、まあ、特に出したターンの影響はなしと。ウィンディーでもな、こいつなんかインファかなんかバカ力かなんか覚えんだよな、こいつな。バカ力から覚えんだよね。で、EV は、あの、悪技のなんかね、なんかドバドバオーラに似た技があって、そっちの方は、あの、リフレクター貼るんですよね。なので、物理相手だと結構有用なんですが、ただこれちょっと交換すんのもなって感じだし、ただウィンディは、やけどしねえから物理受けれねえっていう感じだし、まあ、一回、もう、あ、しかもこのウィンディちゃんと早いよ、これ。ちゃんと早い。ちゃんと早い。95毒、これ最速だ、最速。さあ、しかしここがビリビリエレキ打つことによって、上から殴れるようにはなりました。どうすっかな、やけど入っちゃったし。あー、むずいなー。言うて今のさ、技プール考えたらですよ。多分特殊の方が使いやすい気がするんだ。だからちょっと俺、壁張るわ。あ、バカ力持ってんのかな、でもさすがに。さあ、ドバドバオーラ。ちょっとウィンディの技構成がいまいちつかめない。あー、なるほどね。耐久型ってことこれ。え、なに、ウィン、おー、しかしギャロップ。ここでギャロップ引いていく。しかもこれギャロップ来たからには、ドリルライナーで二角できんじゃないかっていう。ドリルライナー二角するか。なんかちゃんと育成してるウィンディだな、これ。ただ、鬼火が完全に、あ、しかもウィンディ引っ込めるんだ。これ読まれたか。あー、なるほど、スターミー、早いんすよね、このスターミーが115なんで。耐久もしっかりあると。いや、しかもこれ、スターミーの一貫性やべえだろ。ペルシアンがかろうじて上から殴れるかなって、まあ、洞窟速だからな。水一回受けて、猫魂かます。どの道誰出しても二回上から殴られて、多分、二発で終わっちゃうよな、これ。グンロスは、いや、これペルシアンしかねえな。ギャロップは残せない。ペルシアンが多分さすがに波乗り、まあ、ドロポンだとしても、一発はさすがに耐えるとくれると思うから、波乗り、安定の波乗り。あー、でももう一発耐えるな、これ。このダメージならもう一発耐えてくれる。よし、猫魂打ちましょう。猫魂で確実に一旦稼いでいく。あ、ごめん。てか、光の壁があるんでした。壁、あれ、壁、壁。忘れてた、壁。オッケー、オッケー、オッケー。ここ絶対同速なんだよな。だから、早いもん勝ち。あ、抜いた。ドロポン、オッケー。ただこれ、壁なくなったから、ここで 50% 引かれて、相手が先行でドロポンってなった場合は、多分行かれる。絶対同速っしょ、これ。引っ込めたか。
あーナッシー、アローラどっち、あ通常ナッシーか、ごめんそれはあれだ、あのアイコンでわかるわ、通常ナッシーか。こいつね物理耐久結構あるんですよね。エスパー草でしょ、そう特殊で攻めていかないと倒せねえから、そしたらエスパー技の一貫性見て絶対エスパー、まあここは最近だな、最近で、最近で受けれる、いやてかもうパーティー構成が欠陥だらけだ。ちょっと待って、そしたらナッシーのね最近で王は受けられないんで諦めて挑発とか打ってなんか変な補助技打たせないようにするか。うん、挑発でまあ変に削っても意味ないんだよねこれ。どの道俺次ギャロップで焼き払うから、オッケー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 、刺さった刺さった、宿り封じた。さあ切り裂いていく攻撃、サイキネ、これはうおー、なるほど、さすがの火力を申し立ててくる。割と何でもいいんだよな、割と何でもいいんだけど、これ何でもいいけどギャロップ、いやスターミーが怖い、スターミーが怖いこと考えたらこれスターミーに勝てなくないってか、俺のパーティー壁張るしかないな、イブリーな。だからニドキングだ、ニドキングで、でこれ一番ダメージ出てるの、あヘドロ爆弾なん で命中も安定するんで、ヘドバグナッシュ落としてから、でスタービー受けて、で死に出しで EV 出して、なんとか一発耐えて、壁張ってって感じにしよう。うん。そこまで見ないと多分これ負けるな。意外となんか駆け引きあって、草。意外と駆け引きあるじゃないか、このゲーム。これフェバーが、たこれね、落ちると思うんですよね、さすがに。オッケー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 、まずナッシュ倒していく。さあ、ここスタービー来ると思うんだよな。多分、ニドキングはもうね、そうっすよね。で、スタービーがもうドア替えても絶対全部それに取られるから、ちょっと待って、第三者のパーティー見るか。いやこれ結構スピアも何気に怖い、いやそうか、これピカチュウの受けとして匂いが残さなきゃいけないさ、さん、水技をね受けれない以上で、カイロスも絵がしてもスターミーよりか上殴れないから、グンロズ出すためにやっぱこれニドキング捨てるしかないのかな、ちょ分かんないですね、これ以上のこれ以外の択がもうちょっと分かんない。ここヘドロバグナ打ってちょっとお役ごめん、多分スターミーの波乗りは耐えない、うんですよね、はいはいはい。で、グンロズが、これどうしようかな、壁別にって張んなくてもいいのか、なんならスクスクボンバーとかで倒せちゃう、難しいな、難しい、倒したくないんだよな。ただここドバドバオーラ打っちゃうと一旦伸びる、まあいいや、もう落とすか、まあいいや、うん、あここで壁打ってくんのうまここで無駄ななんか削りに行かないのうま相手ちゃんとスターミーに最後まで仕事させなかったこいつ、え、あごめん、そうか火傷で、そうか耐えてくんのか、まあここはでもどの道、この吸収ダメージで落としきれるんで、そうか、もう火傷入ってて、もうこんだけしか食らわない、火傷入ってるからこんだけ食らわないんだ。ただこの光の壁、見てみるとそこまで、まあギャロップの文字、サンダーの10万。さあスピア、このスピアがね、目がすると早いんですよね、これ。このスピアのメガがマジ早いんだよな、なにダブルニードルかなんか打ってくんのかな、グンロズでこれ受けきれるか、でもさすがに一発ってことないと思うんだよな、だからもうビリビリエレキ打って紛らして
で、サンダーで刺しに行く。うわ、毒好きか。いや、これなら全然耐える。オッケーオッケー、ありがとうございます。結構回復できる。で、これでもうチート使えば、あーでも壁込みですげえ硬くなってんな。このどうだろう、素早さ2分の1だけどさ、ちょっと待ってね、ここナッシースターミーがまだ残ってるか。いや残ってねえわ、残ってない残ってない。え、何が残ってんだ今。だったら、うん、もう俺もなんか下手に削りに行くことせずにドバドバオーラで壁張って退場。うん、トンボ返りか。いやー、いってもなんかうずめえな。やらしいことしてくるって、多分俺の選出見てから相手選択か、この場合だと。あ、相手の選出見てから俺が後出しできる感じか。後出しじゃんけんができるから、ただこのウィンニーがきつい。いやでも言うてウィンニー巻き出してるからな。カイロス、まあカイロスの自信でさ、自信で岩流れで落ち。いやでもここはちょっとホロータイプミラーでいくか。ギャロップで、あのカイロスって落とせなかった時のリスクがやばい気がするんだよな。うん、いやここギャロップだな。いや、そうか。いや、違う気がしない。いや、ごめん、ギャロップまだだ。いや、ここでもキャッカイロス切らない。いやいや、ごめん、ギャロップか、やっぱ。いや、わかんねえ。いや、ギャロップでいいでしょ。ギャロップでドレライナー打ってりゃもう。落ちる、落ちる。あ、耐えるか。ジャレスク、オッケーオッケー、これ半減半減。フィッチ、オッケーオッケー。でもあともうなんかサイドンとかいうめんどくせえやつはもう全部もうツトドリルでぶっ刺すから下手したらサイドン側からもツトドリル飛んでくるから、まあでもさすがに自信でしょうけどね。これサイドン重いな。サイドンクソ重え。サイドンが死ぬほど重えわ、この残し方しちゃうと。でもこれ壁張っててマジよかった。壁張っててよかったマジで。多分ザブザブサーフでしょ。いやこれ壁で耐えるんですよね。耐えるよね。オッケーオッケー。壁なくてもエナーチャー耐えてるか。うわ、あ、え、ザバザバサーフって何、マイすんの。今初めて知ったわ。今初めて知った、その追加効果。俺ピカチュウバージョンを捨てた男だからさ、ピカ版やり始めて30分でイーブに切り替えたから。サイドン、これはサイドン、いや多分ギャロップがまだ早いと思うんだよな。だからここはもう催眠術を打つしかない。当たってくれ、よっしゃ当たった。でマヒンなければマヒンなければワンジャン2回ぐらい試行回数稼げるっていう。ただ前の格ゲー、ただ期待的に考えたら今角取りで打った方が良かったかもしれない。あー、しびれた。でもこれしびれて巻いてるんで持ってれば OK。OK、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 OK。イーブンぐらいだったかな。これ さっき催眠打つか角取り打つかかなりイーブンだったと思う。当たる。当たんない。寝ろ、寝とけ。あ、OK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 。OK、頼む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 、本当に頼む。いやこれはギャロップ、お前前回からお前6の0だからなマジで。6打数0安打だよマジで。プロ野球だったら今頃得意に2軍押しなんだよおめえ。いや畜生、もうこれバンジキュースじゃねえかこれ。だってカイロスも4ならでパンパン出して、ワンチャンバカ力があるけど、しかも俺サンダーの技構成が俺終わってんだよな。
これそうっすね、岩雪メガ進化せずに、2倍に収めといて、で1回耐えたらメガ進化してもう1回バカ力打つ、いや違う、ここでバカ力打ったら絶対耐えねえから、シザクロで、いやそれか剣の前じゃね、いやここ剣の前だ、剣の前1回打って、剣の前1回打って、ここでもう絶対岩雪を耐えると、なんならかわす、いや耐える、耐えないですよねー。ここ耐えてれば次の岩雪でバカ力でメガ進化サイドン突破の目があったけど、いやこれサンダーじゃもう無理だよ、何もできねえ。いやこれ相手うまかったな、いや相手クソうまかったわこれ。いやもう降参しよう、これドリュクシバシしたらくちばし折れちゃうんじゃないかな、サイドン相手に。いや強かった、まあ、なんとか耐えるけど、ちょっとこれはもう結局スピアがいる以上勝てないんで降参します。いやありがとうございました。なんだなんだこの、なんか普通になんか実力で負けた感。